なんと立川の花火大会で、スタッフさんたちがね着る T シャツが、ここに現物が届きました。イエーイ。はい、ね、元アレアガールズ、今ね仮面女子になったくるみそらちゃんが、こちらのねデザインをしたんですけれども、このね表と裏にねこうやってデザインがあってね、すごい可愛いよね。真ん中にねくるみそらちゃんがいるんだよ、これここに、わかりますかね。はい、ということでこちらですね、こちらのあれあれにてラーメンスクエアのこの中に、現物を置くことになっておりますので、よかったら皆さんぜひね、見つけに来てほしいです。はい、そしてねぜひ花火大会にも行って、このくるみそらちゃんデザインのこちらの可愛らしい T シャツを皆さんも見つけてみてください。はい、すごい素敵な T シャツ、本当に前も後ろも可愛くって、ね、私も着たいですこれはい、ということでね、メンバーのみんなはそろそろ戻ってくる頃かしらね、そろそろ戻ってきてほしいなと思いつつ、みんな大集合。はい、はい、誰か名札ちょうだい。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、そらちゃんのデザインすごいいいですね。ねえ、かわいい。真ん中がそらちゃんみたいでね。そう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 、かわいいくるみそらちゃんもいて、ね、早く着たいわ、ね、はい、でぜひ現物の展示も皆さんお待ちくださいということで、はい、じゃあ早速ね本日のメンバーの自己紹介をしていきたいと思います。じゃあ、端の方からお願いします。はい、黄色担当、秋葉原最強のギタリストになりたい、25歳になりました、吉野麻里です。はい、白色担当、今月の7月21日に劇場で生誕祭を行います、17歳の生誕祭です、鳥越ゆうなです。26歳でしょ。17歳は私です。宮瀬美也です。カットオレンジ色担当生のタリアです。はい、大鈴晴美です。はい、はい、大阪から来ました野崎和歌です。はい、そして今回 MC をします三月咲です。はい、今日はねこのメンバーであれあれ楽しんでいきたいと思います。ということで本日のコーナーはこちらです。どーん、あれあガールズのできるかな。はい、ということでね、毎回変わるお題にメンバーがチャレンジしていくコーナーです。チャレンジにクリアすると1ポイント獲得でメダルをもらえます。でこちらのメダルを5個集めることができましたら、ただいまですねビジョンが放映されているかと思うんですけれども、そちらのビジョンで個人の PR 動画が放映されます。イエーイ。なので皆さんぜひ、メダルをね取れるように頑張ってください。ということで今回のお題はこちら、第2回演じて騙しておいしく食べよう。こちらのコーナーはですね、私以前第1回の時にやったことあるコーナーなんですけれども、はい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 、2チームに分かれてやっていくチーム対抗戦でございます。で各チームに人数分のミニラーメン、まあ、一口サイズのラーメンが配られるんですけれども、はいはいはい、この3杯の激辛ラーメンの中に激辛のね、はい、ラーメンが1つだけ入っています。ドキドキ、辛い系ね。辛い系ですよ、ね、その相手チームはね誰がこの激辛ラーメンを食べたのか当てるという感じのコーナーになっております。はい、でまあ、食べるチームはねいかにも辛そうなラーメンを食べてね演技とか、はい、まあ、激辛ラーメンなのにこう普通に食べている演技をして、相手チームをうまく騙していってください。はい、はい、ちなみに誰に激辛ラーメンが当たるかは誰もわからないということで、私もちなみに知りません、誰が食べるのかは。じゃあ運次第的な感じですか。本当に運次第です。運なんですかこれって。それとももう事前にスタッフさんが決めているんですか。これね、はい、さっき聞いたら、はい、もう決めているそうなんですよ。そうなのってことは僕らが知ってるんでしょう。でも私は本当に何も聞いてなくて教えてくれなかったです。はい、で1チームが食べてそのもう1チームが当てるんですけれども、答え合わせした後に、チェンジして各1チームずつチャレンジしていきます。回答はですねチームで1つの回答ではなく1人ずつ回答していって、正解者の多いチームが勝利となります。
で、その勝利チームは全員メダルゲットできるということなので、ぜひね、大量にメダル獲得してください。じゃあ、まあ気になるチーム分けなんですけれども、まずは A チームのご紹介をしたいと思います。 A チーム、野崎若、セイラサリア、大鈴はるみ、そして B チームは鳥越ゆいな、宮瀬美也、吉野真理です。待ってください、こっちめっちゃ辛いの好きじゃないですか、ね、ここ弱いんですよ、結構全然食べれないですよ、確かに、いやサリアちゃん、マイクに何巻いてるの、うまいやん、どうしたの、髪の前、また置いてたら、聞いたさ、噂によると、はい、ゆいなちゃんはなんかすごい辛いのをレポートしたって聞きましたけど、うん、そうなんです、あのレインボーさんのね、うん、はい、ラーメンで、あの5辛を食べたと思ったんですよ、私は。そしたら、あの普通に食べちゃって、でも食べ終わった後、スタッフさんから言われたのがまさか7辛やったっていうね、だいぶ辛いよね、そう、まあ、食べれちゃったんですよね。でもなんか分かんないですよ、私が当たるかどうかは言ってないで、まあまあまあ、でもね、一応、あの公平にはしてあります。不公平かなって思うけど、公平にはしてあるんですよ。ちょっといろいろありました。見てみたらもう不公平さしか惨めて出てないよね。もう勝てる気満々ですよ、こっちはね。演技大丈夫。まあね、じゃあ一応食べるラーメンのご紹介をしていきたいと思います。はいはい、A チームのね、食べるラーメンは、はい、レインボーさんのレッド担々麺、1辛か5辛の、ゆいなちゃんがさっき食べた、でも5辛はいけますよ、そして B チームなんですけれども、えびすけさんのえびそばか、えびそばスペシャルを、スペシャル、はい、ですね、めっちゃ美味しいやつじゃないですか、はい、それって、まあでも今回、特別なラーメンをね、ご用意しているということなので、どういうことや、特別ってことは、あの普段メニューには載ってないメニューが出てくるってことですか、そのなんと、さあそれは混ぜてからのお楽しみということでね、早速チャレンジしていきたいと思います。じゃあ A チームから、あの後ろにある席に座ってください。はい、え、それ本当にこれ何、これさ、席座ったところでとかそういうやつ、え、ほんとそうでしょ、まあ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 、端っこ、端っこがいい、端っこがいい、なんか真ん中の、ね、そうだよ、注意で挟まれて怖いんやけど、え、座っていい、座ります、失礼します、え、怖いな、はい、ということで、ね、見えちゃうから、ね、見えないように、うん、見えない、うん、じゃあラーメンが登場できますかね、そろそろラーメンの登場お願いします、お願いします、結構ドキドキ振動してる、え、辛い、3人とも辛いのはちなみに、はい、本当に結構無理です、どう程よくでいい、だから私前食べたの1辛さんをね、食べた時は、うん、まあ良かったよ、2辛やったかな、1辛か2辛食べた時、5辛さんはどうだったの、あの5辛さんやばかった、あのその時は吉野真理ちゃんが食べてたんやけど、スープだけで以上って感じ、もういいよって感じ、だけどなんかあの前ゆいなちゃんが7辛さん食べてた時なんですけど、7辛さん、はい、7辛さん食べました、匂いね、顔が痛かったんですよ、あ、ピリピリくるね、香りなら伝わるんだね、食べてたんですよ、皆さん倉庫行ってる間にラーメンが届きましたよ、やばい、わかんない、私の方から見てもわかんないよ、器がちょっと大きくて見えないですね、完全に、え、なんかもうちょっとこう見えるかなって思ってたけど、全く見えない、ズルできなかった ね、みんなも見えないよね、赤いんやけど、これは合ってるんやな、みんな赤いです、みんな赤いのは、みんな赤いのは全部担々麺なんでね、はい、1からか2からが入っておりますということでね、早速、はい、ラーメンを食べて、みんなでね、仲良く一緒にいただきますって言ってから食べてください、はい、どうぞ、あ、待って、お箸は、お箸ない、割るまで、あ、割ってからいただきます、割ってからいただきますで、じゃあ割るね、どうぞ、私ラーメン好きやからな、そうね、わかちゃんラーメンレポート超得意、おお、そんなラーメンレポート超得意のわかちゃんがね、どのラーメン食べるか、お楽しみに、怖い怖いよ、じゃあみんなで仲良くいただきます、お願いします、はい、いただきます、さあ、B チーム頑張ってね、推理してくださいよ、みんな純粋そうだからボロが出そう、なんか食べたこの瞬間、うん、ね、よく表情みんなもうズームで見よう、これは大事です、お客さんもすごいカメラ構えてる、カメラのズームあ、みんないいすすりっぷりですよ、これ
の野崎、野崎サリアがむせてます。あら、これはえ、わざとらしい。これサリアちゃん絶対わざとだよ。あ、待って、すごい、はるみちゃんが今辛いって言った。はるみちゃんね、こっそり辛いって言った今。待って、若ちゃんがね、食べた瞬間ね、ちょっとね、むせてたの。私はみんなが見てた。もう一口いってみよう。若ちゃん、ちょっともう一口。若ちゃん、もう一口いってみよう。大丈夫、若ちゃん。大丈夫。手を挙げて、手を挙げて。おいしい。もう入ってかないじゃん、麺が。一回皆さん、水飲みます。一回飲みますか。え、サリアちゃん飲まずにさ、食べてよ。なんか少なかったように思った。なんか麺、持ってる麺の量が、え、もっとがっつり、奥奥奥、もっと奥がっつりさ、取ってさ、食べてみようよ。で、若ちゃんのもう一口見たいわ、私。うん、めっちゃ弱い。食べて、食べてください、食べてくださいよ。吸ってください。お、いい食べっぷりよ、そこが。あ、でもいけてるな。あ、わかる、熱いめっちゃ今な。わかちゃん違うかも。えー、でも全部食べてもいいの？これは相談し合うのありなんですか、このチームごとに。あ、これはですね、あの、一人ずつ回答をするパターンなので。うん、相談というか、なんか OK ですか。相談 OK らしいですよ。ゆいな、サリアちゃんやと思う。え、なんでですか。だってはるみちゃん、誰にも言われなくてもスープすすってるもん。なんかちょっと食べたくなっちゃったもん、なんか。え、サリアちゃんから食べないもん。もう一回ですか。うん、もう一回、がっつりと。サリアちゃん麺ね、ほら、混ぜて、しっかり混ぜて、辛いのをね、はい、辛いとこいっちゃって。そう、これ熱さがやばい。ああ。熱いの、今ライブ終わって熱いからさ。あ、ちょうど相乗効果で熱くなってるね。でも本当に辛かったらジタバタするかな。ちょっとなんか関西のなんかあれな気がするな。オーバーリアクション的なね。そうそう、なんかね、そう。サリアちゃん本当に辛い食べたらね、席立ち出すと思う、私は。いい水準じゃないですか、そういう。私もそう、一緒。じゃあ皆さん、回答は、はい、揃いましたかね。じゃあ私は決まりました。私も決めました。私も決まりました。じゃあ、あの、回答はですね、今配られるこちらのホワイトボードに皆さん書いてから、はい、答えをね、出していきたいと思います。さあ、どうです、食べた3人は。鼻がやばい、鼻が。え、あのね、二口目からやっばいぐらい辛くなって、今汗が止まんないの。確かに汗すごいね。そう、まあ、ライブの朝かもしれないんだけど。初めてでもラーメン食べてちょっと涙でかけました。さっきの涙一瞬。これも違うかったら言うな。ちょっとなんかこれからそのメンバーに対するちょっとなんかあれが変わっちゃうな。いや、私はもうね、最初のファースト何一口目をすっごい監視してましたから。じゃあ3人とも書き終わりましたかね。上手。OK ですか。うん、大丈夫。大丈夫です。はい、ということで、じゃあ3人とも一斉に答えをオープン。じゃんじゃん、サリアちゃん、サリアちゃん、わかちゃん。おー、でも、なんで私ないの。その真意は皆さん、スープ飲んでたから、自発的に。自発的に。だからハルミちゃんはないな、みたいな。なんか、ハルミちゃんもし激辛だったらもうちょっと発言してると思う。うん、あの、辛くないから、うん、ちょっと逆にどうしようみたいな。だから、辛いからこそあまりリアクションを取らないでおこうみたいな。でも水が一番なくなってるの。すごいですよ。だいぶしてから、だいぶしてから、この辛いなみたいな感じですかね。じゃあね、早速辛いメンバーを食べたメンバーの発表といきましょうか。はい、はい、辛いラーメンを食べたメンバーは誰ですか。はい、おらー、やったー。ねえねえ、ということで1ポイント。え、え、もう、え、私、え、一つ言っていいですか。私もやばい辛いやつだった。赤もやばい辛いやつなんだけど。麺のスープの色が血の濃いんですよ。ちょっと見ていいですか。正解どれですか。二人ってこと。これは、はるみちゃんとわかちゃんの見てもそういう意味やってんの。二人だそうです。なんと、全チームでは二人辛い人がいました。一人じゃないの、これ。これは不正解。一人じゃないみたいですね。あの、私の時もまさかの、なんか三人中3人辛いみたいなことがあったような気もするような、しないようなね。なので何人出るか分かんないですから。これ合ってるよね。味覚的な問題じゃなくて合ってるよね。合ってます。2人が辛い、5辛です。汗が止まらんね。おー、やばいな。やばい。赤ちゃんいつも
汗かいてるからな。赤ちゃんとまりちゃんは汗かき勢だから2曲なのにやばいの汗が。確かに尋常じゃない汗。確かにはるみちゃん辛そう急に急にだってね、水の量が私ねそこまでなんですけど、ここがすごいんですよ。本当だ、あんまりでも飲まんようにしなあかんと思ったけど、サリアちゃんは純粋だから、なんかそれめっちゃ言われたんです、これ出番前に。なんかサリアが辛くなく辛いやつじゃないのに、辛いって言ってたらなんか人間不信になるなって言われたんですよ。そうでもちょっとまんまとやられましたわ。ということでね、D チームは1ポイント獲得でございます。悔しいな。 A チームはリアちゃんのおかげでね、チーム戦なんで、これはまあね、まあね。では、頑張れば頑張ればいけばいいんですよ。そう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 、勝ちだよ。じゃあ次はね、B チームにチャレンジしていただきましょう。はい、これはでも待ってください、ね、B チームって、うん、B チームは3名じゃないですか。え、今、え、クラゲちゃん食べてる。ほんまや。あ、え、なんかクラゲちゃん。いやいや、私は今日は MC だから、いや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 、こういうね、辛いラーメンを食べて。はい、後ろを見て。ここはどう、開いてますよ。なんだろう、この時なんかあのね、聞いて始まった時になんかあるなとは思ってたのよ、私も。食べなきゃダメこれ、そういう流れ。ようこそクラゲちゃん B チームへ。絶対食べないと思ってたのに私。そうです。でも、もしかしたら分かんないですよ、いたって普通のラーメン。美味しいラーメン、美味しいラーメン。そう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 。でもクラゲちゃん、え、この中でも一番辛いのいけるのって誰なんですか。ゆいなちゃん。ゆいなちゃん。え、さっきのさ、5辛で余裕やったの。でもみんな5辛経験者、5辛以上。え、そうなんだ。やばいやばい。言ってる間にラーメンが運ばれてきましたよ。ちょっと見えちゃったらダメだからね。もう一回言いますけど、エビスケさんのラーメンとなっております。はい、ね、どんなラーメンでもね、辛いのやったら絶対いいのね。どんな、え、なに、見た目教えてくださいよ、見た目は。ヒント、ヒント。普通のエスキトールスープ。確かにエビスケさん、エビスケ食べる、エビスケさんのスープ。まだ辛い、まだ来ないね。遅いな、ゆうなちゃん。これはもう決まりな。あれ？てかこれあれあれじゃない？私はさ、はい、みんなと違って丸見えだから、私はあの特に回答権はないということです。丸見えですよね。私これもしかしてメダルもらえない？これ参加したからメダルもらえるかなって思ったけど、もらえないのかな。残念、クラゲちゃん。なんだよ、ちょっと食べるだけだよ。ラーメン食べてる姿みんな好きだし。もう見た目全部一緒ですよ、全然。本当だ。え、なんで食べる？いつも食べる。エビスケさんのラーメン。辛いものが出てくるのか、ポカリなのかっていう感じなんですけど。辛そうじゃないんだよな。ね、ええー。むずいな。ちなみに私のラーメンはまだ出てます。ご飯じゃん。クラゲちゃん本当に真面目ですね。私は MC スペシャル。MC スペシャルですよ。え、クラゲちゃんも5辛はいけるんですか？いや、あの、はい、私は5辛はダメです。あ、5辛ダメなんですか？そう。あの、でも最近体勢がちょっとついてきて、4辛は、あの、辛いけど美味しいみたいな感じ。あれ、私ちょっと待って、見てください皆さん。見ていいのこれは。ラーメン見ていいの、見ていいのこれ。私は普通のラーメンです。全然普通のラーメン。本当だ、はい、え、本当だ、めっちゃ美味しそう、はい、これ真っ赤っかとかなんですかね。お皿も真っ赤っかみたいな感じですかね。では食べて、はい、B チームに食べていただきましょう。はい、お願いします。いただきます。いただきます。みんなでいただきますしようよ。そう、じゃあせーの、いただきます。みんなちょっと麺いっぱいすくってくださいよ、はい、え、ガッツリ。え、マリちゃん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 、ユイちゃん見てください。あら、ユイナちゃんぐらいいってほしい。ユイナちゃんぐらいいってほしい。何あれはリアクションなんですか、どっちなんですか。あれ、どうしたの。ゆいなちゃんこっち見てください、ゆいなちゃん。でも私はマリちゃんがむせたのを、ね、見逃さなかった。え、ねえねえ、なんかみやちゃんが途中でね、橋を下ろした気がしたんで、なんかちょっとね、おかしい気がしたの。え、待って、ここリアクションめっちゃ上手くないですか。そんなむせるほど辛いの。待って、マリちゃん、あのさ、これ、はい、めっちゃ酸っぱい。酸っぱい。あのね、多分大量にお酢が入ってるんだわ、これ。すすれない、あの、口に入れるじゃん、勝手にラーメン
目が出てった。ねえ、勝手にペッて出てっちゃった。一本だけ一回食べてみてもらっていいですか。一本だけ。はい、一本。あんま食べたくないな、もうこのラーメン知ってるから。やばい、一本で、一本で。え、これは、でもあれクラゲちゃんがリアクションあったらやばいですね。美味しいです。美味しいですか？まあ私のリアクションはいいんで、はい、はい、わかちゃん、はい、あのね、ゆいなちゃんがね、なんかちょっと様子がおかしい気がする、うん、辛いのだって好きだからさ。大好き、私もこれ大好き。え、ゆいなちゃん3本すすってください。3本。今ゆいなちゃんの目がえっていう顔してました。でもね、ちょっと私は気になったのがあって、はい、前に黒酢かなんかを飲んだ時に、もうゆいなちゃんはもうてんてこまいになってたのよ、その時。素手ですか？そう、だから今日はなんかちょっと冷静な気がするの。ちょっとまだ、まだちょっと冷静、なんかね、あれ、まだなんかね、関西人の役に全然美味しい、全然美味しい、全然食べれる。マリちゃんのさ、食べてくださいって言ってへんのにずっと食べてるのはどうして？あのね、はい、多分マリちゃんお腹空いてんねん。ライブしたしね。ちなみに言うと、ちなみに言うと、マリちゃんとミヤちゃんは水を飲んで痩せ我慢ってやつ。本当だ。あとね、じゃあもらうね、もらいます。ね、あとね、はい、あとね、めっちゃここまで酸っぱい匂いが来てんの今。そうなんですよ。え、出てきた瞬間からなんかラーメンの匂いじゃないですよね。酸っぱいですよね。酸っぱいよこれ。お客さんの方までします。酸っぱいの、やばいなそれ。これ、はい、私から言わせてもらうと、はい、もしこれ酸っぱいラーメン食べてる人いたら、はい、すごいよ食べてるの。私吹き出すぐらいだからね、本当にすごいと思う、食べてるの。結構やばいよこれ。食べる？あとさ、ちょっと食べてみたい。ね、やばいよ。ちょっと食べてみたい。食べる？え、ちょっと食べてもいいですか？本当にやばいよこれ。食べてもいいですか？私も。一回。今近づいちゃうと見えちゃうから。ここ先に食べて。持ってくる？食べたいそうなんですけど、いいですかね？え、じゃあ持っていきますね。食べてそのリアクションで、はい、もう一回ここ見てみましょう。はい。だって、あ、マイク持ってあげる。言ったらあれですもんね、なんかさっきのが、あ、エビスケさんが酸っぱくなりますよね。はい、結構これやばいよ、本当に。離さないでください。離さないよ。失礼します。やばい、やばい、分かっちゃうか。やばいですか？やばいわ。パンチ効いてるよね。わかちゃんの横がハトっぽく。ちなみに私と同じラーメン食べてる子いますか？あ、いるそうです。わかる。でも何とかはわかるよ。クラゲちゃんと一緒に食べてる。あの、何食べていい？一口目がヨシの完食しました。えすごいね。あの、はい、一口目は超酸っぱいけど、酸っぱいの得意な人やったらいける気がした。 あと、まりちゃんは、はい、スキャベツっていうのをね、はい、やったことあるはずやから、はい、逆に今免疫がついてる可能性があると思う。あ、オスですか？うん、え、じゃあ、赤ちゃんの推理ね。そうっていうのでちょっと思ったんやけど、どう思う？みんな。あのね、あえて全部食べて、それ思いました。やっぱり完食したっていうのがちょっと怪しいですよね。だって一番最初めっちゃ見せてたもん。うん、クラゲちゃんと同じだったの。え、これはクラゲちゃんは別に書かなくていいんですよね、ここ。私はあの回答権ないみたいだね。はい、なのでぜひ回答を。では B チームを書きます。書きます。はい、え、みんなこれやばくなかった？みんなやばかったよねこれ多分。私は美味しかったです。美味しかった。はい、あれだね、美味しかったよね。私もエビスケさんのラーメン大好きなんで。おー、初めて食べたエビスケさんのラーメンを。すごい。確かにね、完食するって結構すごいよね。さあ、みんながね、今 A チーム。でもこれ一人じゃないっていう可能性あるんですよね。じゃあ、皆さん、回答は大丈夫？字を間違えちゃった。あらら。ねー。はい、ということで、とんでもないラーメンをね、私はあのメダルをもらえないのにとんでもないラーメン食べさせられてね、ちょっと不服です。でも今日は食べないと思ってたのに。行きますか？行きました。はい、はるみちゃんもどうぞそこに。あ、持ってくる。え、OKOK。 はい、では行きます。せーの、ドーン。私がマリちゃん。僕ちゃんがマリちゃん。
サリアバカリちゃん、ハルミちゃんが食べた人は誰はいない。あのね、辛いのじゃないの、酸っぱいのなの。ハルミちゃん、辛いのね、辛いのね。確かに、ある意味正解かもしれない。うん、確かに、これは正解。確かに、いやね、これちなみに言うと、酸っぱい人はテリアさんなの。あの、クラゲちゃん食べたやつ酸っぱかったやん。それを誰かが食べてるねん。そうなんですよ。酸っぱい人やねん。今辛いと思って見てたんですか。え、違う、あの酸っぱい人もいるけど辛い人もいる。あ、味と種類があるみたいなね。そう、逆にね。それ余計難しいですよね。新しい。では、じゃあ、はい、B チームの方で、酸っぱいの食べた方、手を挙げてください。はい。ええ、おぉ、みやちゃん、え、食べてないの。マジで我慢してたのに。よく我慢したね、マリちゃん。ゆいなちゃん何食べた。ゆいなちゃん、ゆいなめっちゃ美味しいね。食べます、食べます。ちょっと食べたい。いや、なんかもうちょっとだけ唇が腫れてきちゃった。なんで完食したんですか。なんかさ、騙せるかなと思って。あ、確かに、ゆいなちゃんがもう今待って。だってな、つるって口から出ていった。だってな、これ飲んでみ、もう麺ないけど。すごいよ、マリちゃん。マリちゃん、本当にお腹すごい。これよくすすって食べてますかね。美味しいみたいな感じで、ね、ちょっとね、このね、あの画面の下にも見てほしい、マリちゃん食べたの。ごちそうさまいたしましたよ。スープ、え、あ、本当にこれ麺一本も残ってない。すごい。これ今、はい、すごい情報を私今聞いちゃって、なんとスープが全てお酢なんですよ。待って、お酢食べたってこと。そう、だからお酢の中にラーメンの麺が入ってたお酢ラーメンだったそうです、これ。みやちゃん聞いてからの方がリアクションがでかい。これや、ゆいなちゃんのこれや、これそれを食べるかな。すごいと思う。いや、だから今まで今日の日のために多分お酢こぼしたり、はい、お酢キャベツ作ったりしてきたんだと思う。私は今日の日のためにね。だから免疫結構ついてたんだよね、絶対ね。だってこれは、はい、2ポイントゲットということで。マリちゃん、これはハルミちゃんはどうなんですかね。ハルミちゃんはもうなんか、そこ酸っぱい。あ、でも酸っぱい。これは、まあ、マリちゃん合ってる、うん、全部一人当たんなかったということで、まあ、あ、でもさっきもね、2人いたけど1人当たって1ポイント私がつけてたんで。そうですよね。これは2ポイントということで、ちょっと残念ながらなんですけど、この努力、この努力、すごい。もう多分今ここにいる人たちみんな酸っぱいですよね、匂い。お酢臭いということで、はい、今回は B、うん、間違えた A チームの勝利です。ということでね、 A チームがメダルゲットということで、じゃあ負けた B チームは A チームにメダルをかけてあげてください。はい、嬉しい。あのね、みんなすごいなって思った。あの、すごいよ、よく頑張った、全員よく頑張った。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、やったー。はい、ということで5個集まった人はいないかな。はい、あ、でも私4個になりました。あ、ここに来て若ちゃんがリーチということでね。そうだよ。ぜひ次のあれやステーションがあった時はね、うん、ゲットしてください。はい、やったー、ね、はい、頑張ったということで、じゃあ今回は告知をお願いします。はい、私たちアレアガールズは仮面女子候補生としても活動しています。毎週金曜日に不定期でここでライブをしているので、よかったらそちらにも遊びに来てください。そして私たちの常設劇場が秋葉原から歩いて徒歩2、3分のところにあります。土日祝日は無料の部といって、15時から無料でライブが見れちゃうので遊びに来てください。はい、そしてツイッターもやっています、アレアガールズとみんなつぶやいてみてください。そうしましたらここにいる全員でフォロー、いいねしに行っちゃいます。行っちゃいます。はい、ということでね、今日みんなどうだった。いや、体張った気がする、とてもいや、一番張ったのは B チームだと思う。分からんよ。あのケーキの顔で私ちょっとソース食べたんだからね。B チームも辛かったよ。そう、辛かったよ。ね、今日辛かったよね。
賞、女優賞そう、なられた、うん、なんかこれからちょっとサリアちゃんのことをちょっと1枚フィルターをかけてみるようにするわ、ごめんなさい、まずいそう、まあまあまあ今日はね、まあ、辛いラーメン、酸っぱいラーメンで、ね、食べちゃったんですけども、この後ね、はい、美味しいラーメン食べれたらいいね、はい、皆さんもぜひラーメンスクエアの美味しいラーメンを食べていってください。じゃあそれでは以上、私たちアレアガールズでした。